し、次も上がるよ、お花だし。今度やってもらいたい。本当に経験を。あんちゃん。あ、今度やってもらいたい。お着替えした。化けたい。化けたい。関西弁で言うさ、大阪チックにこのたこ焼きメイク。うん、化けたい。グリグリグリ。そっちがいい？初めてのお笑いね。あの、いや、真面目に行きたい。生かして。本当にエレガントに行きたい。こんばんは。はい、こんばんは、まみちゃんです。です。はい。ですね、今日はあの花粉症の季節にそろそろなってきたので、私もなんか3日ぐらい前から食べ始めたんですよね。そう、すごいよね。でしたね、うん、ちょっとくしゃみがこう連続に出るようになると、あ、ちょっと花粉かなこれっていう感じがするんですけれど、うん、今日はあのお花ではなくアロマの、うん、はい、お話をしようかなと思ってます。花粉症に効くアロマってご存知ですか？何だろう、シーブスとか、ですね、ペパーミント、あ、ペパーミントかと、ティートリー、あ、はい、結構スタンダードなアロマなので、うん、お持ちの方も多いかと思うんですけれど、鼻の入り口のところに綿棒でピピュって、ペパーミントでも気をつけないと、シャーッと飛びます、もうシャーッってその擬音何？擬音が大阪だっつうの、スーッと飛びます。そうだよ、普通スーだよね、もうシャーッて違う擬音だそこ嬉しい、西野さん、さすがダメもんね、ダメ、そんな喜んでちゃダメ、そこで救急隊出動すいません、スーッとスーッと通るんですね、スーッと通る、スーッと、あの通ってつけたみたいでもね、本当に私あの結構あの花粉症が広かったんですけれど、うん、マスクして、うん、中でもう詰まってるなってい う, こう不愉快感半端なかった感じだったんですが、うん、あの綿棒をピピピってつけるだけで、もう中はシャーではなくスーッと通るようになって、とっても楽になるんですね。なのであのぜひ本当試していただきたいなと思うんですけれど、うん、今の季節こう顔も乾燥するじゃないですか、うんうん、であのお家の中でもこう結構あのエアコンの風とか で,、ね、で結構マスクをして家の中で過ごされたりとかもするのも良くて、うんうん、まあ、自分のこう生きて保湿されて、多分もうメイクの達人がよくご存知だと思うんですけれど、そういうあの保湿効果もあるし、あとはもう鼻腔の家の中でも結構こう外から の, あの換気とかで花粉が入ったりするじゃないですか。なのでそういうことをまめにされると、かなりあの薬を飲む と,、鼻炎の薬ってこう水分をなくす薬というか、あ、そうか、そうなんです、喉がすごく乾燥したり、カサカサになりますよね。そうなんです、鼻がもう中がすごくこうカラカラにもなったりとかするじゃないですか、はい、逆にちょっと風邪をひきそうになってしまったりとか、乾燥ダメなんだよ ね喉が痛くなったりとかするじゃないですか、はい、そういう時にあのとってもいいかなという思うので、うん、私ペパーミントずっとねお水に入れてうがいをするの、うんうん、素晴らしい。だからラジオ始まってから風邪喉おかしくなったことないの。さすがです。ペパーミントすごいよ。ですよね、ペパーミントは本当いろんな意味であの、うん、リラックス効果もあるし、あのお腹痛い時もいいんだよ、うん、そうなん、ここにポトポトって垂らすと、へ、結構なんかスーするけどね、うん、シャーッシャーッ昔あったビックスベパーって、あ、はいはいはい、ああ、そっかそっか、はい、呼吸系にいいので、ね、そっかそっか、そっからこう香りが ね、はい、なるほど、はい、ぜひ試していただければと思います。シャキッとするしね。そうですね、気持ち的にもスキッとしますので、耳の後ろとかに塗るともう結構こう頭スキッとして、鼻の下とか塗ると、まあ、本当なら元気な人だと結構こう行き過ぎちゃったりとか、よく受験勉強の時にこう耳、眉間ですか、違う、気をつけないとさ、こめかみです、目とかに入ると大変だから、こうやって顔のさ、この他にやらないとダメなのね。そうですね、もうかなりきついよ、手のひらで隠れるところ以外ね、目は本当に気をつけないと痛い、ね、涙が、ね、出ちゃうので、うん、そういう時に耳の後ろにつけるといいよかったりとか、あの動脈が通ってるの結構あったかいので、香りが香水つけるとこじゃないですか、ね、はい、とかもおすすめです、はい、ミント花粉皆様お大事にって感じで、5月ぐらいまで続くので、3月の上旬、上旬から中旬まで一番あの飛ぶ時期なので、この時期気をつけていただければと思います。乗り切りましょう、はい、乗り切りましょう、スーッとして乗り切りましょう、シュワッと
はい。ザバッと何でもいいな。こうなったら。ザバッと。こうなったら開き直った。何でもいいなみたいな。やっぱりじゃあたこ焼き娘でしょ。ちょっと難しいからね。でも変わるかもしれないですよ。いやー、たこ焼きだよ。お願いします。お願いします。救急隊だから。お願いします。親子困らせるな。まあね、綺麗に仕上げていただきたいですね。よろしくお願いします。最後仕上げでポポッと。これでポポッとか。ここで安心みたいな。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあまたキラキラだったりキラヒラだったり。はい。いい匂いだったりの情報をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、なみちゃんでした。はい、ありがとうございました。